行くしかないにゃんね。はい、というわけで行きましょう。多分展開的にもそろそろ終わりが近いんじゃないでしょうか。あー、そっかそっか、あったね電車。じゃあこれに、どこです、どこです、あ、まだ下行けるのか。下行け、あれ、こっちから来たっけ。何もわからない。こっちから来たんやな。こっちから来たんやから、ここじゃなくて、やけど、ちょっと待って、あ、ここや。ここに、バッテリーはめて、なるほど、なるほど。猫コーポレーション。このバッテリーで、はい。地下鉄が動き始める。で、さらに、クレメンティーンからもらった鍵があるから、電車の操作ができるようになって、よし、行けるぞ、近いぞ、で、脱出が。帰れるんか、家族のところに。あと、クレメンティーンは？よいしょ。もうね、こうなったら最悪俺一人でも、外に出ることができれば、なんかずっとしつこく言ってるやんか、みんなが。誰か一人でも出られればいいんだ、みたいな。B12 もなんか、この解放をしなくちゃいけない、みたいな。つまり、この世界がアウトサイドと繋がって扉が開かれれば、開かれればきっと、ロボットたちみんなに、何かしら変化が起きるんやわ。と、信じよう。わからんけど。コントロールルーム。コントロールルーム。コントロールルームって何？あ、ちょっと待って、あの猫の身長低すぎて窓の外全然見えへん。やにゃんよー。あれ？明る？エンジョイザワールズ。ちょっと待って、英語や。英語やん。あの、人がいるよ。こんにちは。こんにちは。何かご用でしょうか？ヘルパー。商品を買ったり使ったりしてるときはレジャーエリア行ってください。あ、そもそもこいつらってお手伝いロボットやったんやよな。そういえば。ということは、こいつらは、あの、自我を持ってないというか、人間の真似をしてないロボットやから、ここ、地上に近いんじゃないか。あっちか。行きますか。ここのロボットは、ロボットになってなくて、そもそものお手伝いロボットやった頃の仕事をしているから、え、こんな世界があったんや。ウォールシティ99の住人さん。ウォールシティ99？え？それ小次郎のこと？この辺にペンキを塗っています。良い一日を。はあ。どんどん地上が近くなっていってるよね、これ。おー。こっから外出れるか？外に出るドアは現在規制によりロックされています。何かリクエストがあれば、コントロールルームの公認エンジニアに、公認エンジニアにお問い合わせください。はい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 。ここがコントロールルームね。こんにちは、何かご用でしょうか？お前、ほうきの使い方、ど下手やな。ただただゴミを遠くへ追いやってる。おー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 。私の現在に出すか、窓を磨くことです。何かリクエストがあれば、コントロールルームの公認エンジニアに。はい、公認エンジニア。これだって、もう天井やん。あれやんね、ほら、こっから見下ろせるけど。ミッドタウンとか、あとスラムとかで見上げた時に見えてた天井の星ってここやもん。これのことやもんな。こんにちは。街は安全のため封鎖されています。公認エンジニアがどうのこうのみたいなめっちゃ言うてるな。行きましょう行きましょう。ここか？それ開けれます？セキュリティプロトコルによりクローズされています。人間だけがアクセス権を認められているようです。しかもセキュリティプロトコルは私のことを人間と見なしていないようです。しっけえな。私たちが協力すればこの通路を通れるようにできるでしょう。はあ。つまり、こいつか。まずこいつを動かす。で、ここの上に何かしらあるので、一旦こいつこの辺まで連れてきて、おお、ナイスナイスナイス。お前物分かりめっちゃええやんけ。男子トイレなんですけど、ここ、入れないですか？
女子トイレでもいいですけど。よいしょ。引っかくんかな、これ。あれ？はいはいはい。ここを開けて、で、この隙にこっち行って、おりゃー割る。ええねええね、もう人間怒らんし、怒ってくるやつおらん。でももうこうなったら敵はおらんのかな。ここがコントロールルームです。ここで街全体を支配していました。でも今は誰もいません。彼らが大嫌いでした。ここには全て揃っているのです。綺麗なスペース、無限のパワー、移動できる自由、いい暮らしをしていました。街の厄介者だったのです。思い出しました。そうか。皆が死んでいったのに彼らは自分たちの方が上だと勘違いをして何も手助けをしてくれなかったのです。私の家族も目の前で死んでいきました。私は何と無力なのでしょう。家族を救うことすらできなかったのです。はあ。しかし私はあなたを救うことができます。一緒にアウトサイド行きましょう。人間だった頃の記憶、私が愛した人々、すべての思いと共にね。そうやな、せめて。お、思い出した！トロフィーを獲得。あ、全部埋めたんか。いや、これ一周目で全部埋めれた。嬉しいな。全部思い出しました。驚きです。本当にありがとう。これはプレゼントです。お、お、お、あ、なんか、すごい、おしゃれな。おしゃれなスーツになりました。おしゃれか？さて、すべての記憶を取り戻すことにも成功しまして、んで、え、これどこ、あー、まあ、なんか、ここ、なんかあるね。調査。もう基本 B12 にどうにかしてもらうしかないもんな。これです。メインコンピューター。時間かかる、それ。あ、時間かかってるね。あ、でも70キロ。あー、オッケー。コンピューターによると何年もの間誰もここに来ていないようです。ずっと昔にロックダウンが作動して街全体が封鎖されていました。これをオフにすれば私たちは脱出できます。他のシステムはオンのままにしておく必要があります。ここのコンピューターには必要なデータがあります。これらを全部起動させなければなりません。ほう。あなたがその対応している間、私はシステムに入るためのパスワードと暗号キーを探します。ん？ちょっと待って、なんか難しいこと言ってない？猫に。にゃーん？そこにずらっと並んだコンピューターを起動させてください。私に？あ？え？ああ。これね、このキーボードね。はいはい、このキーボードに触れると、そんなことあるか？キーボードに触れるとパソコンが起動するから、おい。よいしょ。で、はいはい、おい。全部付けたよ。成功しました。ありがとうございます。発見しました。街の解放方法が分かりました。ここの何かがおかしいようです。待って、ここに何かがあります。お前もう何かしか言えへんや。具体的なあれをくれ。俺もあれって言っちゃった。うん。ルーフコントロールステーション。ロックが3つかかってる。ほら、街を解放するワークステーションです。しかし、セキュリティレイヤーがあって使えません。ごめん、専門用語やめて。詳しく。できる限りのことをしましょう。私はマシンをハッキングするので、あなたは配線を引っかいてください。それはできる。それはできるね。あ、これ？じゃあ、これを、よいしょ。で、え？あ、なんかある。よいしょ。こう。はい。で、あ、はいはい、これね。曲がして。こうね。今更やけどさ、B12 って多分猫語に翻訳してんねやろな、これ。猫語に翻訳してるから、多分小次郎が何言ってるか伝わってるよね。小次郎に対して。じゃあこれもか。これも、ん？これを、こう、鍵かかってから、で、こうでしょ？こうでしょ？で、これがこう伝っていってって、こうで、こうで、で、あれ？あ、ハック、先にこっちか。
はいはいはい。よろしく。大丈夫？システムに思っている時間がかかっています。大丈夫？なんか、問題が発生してるけど、別に敵は大変です。続けないと。まあ、敵が来ないからさ、ゆっくりでいいよ。そんな。焦るな、焦るな。これか？これっぽいな。ちょい。で、しっかりてぶっ壊す。で、ハッキング。映像無理せんだ。ビジョンに無理すなよ。やめとけて、お前。壊せ、これ、おしこ。久しぶりに見たわ。藤子久しぶりに見たよ。ご心配なくワークステーション上げたらリチャージできますから。お前大丈夫か？すんごい煙出てるよ。大丈夫？あ、ヒント機能使えなくなってる。ライトも使えなくなってるな。B12 が助けてくれる機能が一切使えない。アイテムも見れない。そうか、もうボロボロやねんな。でもお前まで失うの俺嫌やねんけど。いや、悲しいわ、嫌やわ。これか。一緒に出ようぜ。そんな全てを犠牲にしてまでさ、帰りたいけど、めちゃめちゃに帰りたいけど、そんな全部失ってまで出てもしゃあないんじゃないの？無理すんなよ、お前。ああ、この小さいボディでは無理かも、かもしれません。いや、大丈夫です。問題ありません。ワークステーションに運んでください。アラームオフにできます。どこや？まあ、でも、捨てる。捨ててみよう。拾ってみよう。ここが開かなくなってんのよな。ワークステーションって何？最初のとこかな？あ、いや、でも、ここ、あ、いや、違う、ワークステーションであれや、ここや。そういえば、光ってた。これ、確か一番最初に、B12 と会ったとこ、こんな感じじゃなかったっけ？よいしょ。会ったとこやったか、B12 が、小次郎の体になんか、この、服みたいなの着せてきたとこやったか、成功しましたね。私たちも無事です。大丈夫か？お伝えしたいことがあります。街の中央コントロールシステムの機能をオフにするためには膨大なパワーを使います。私の限界を超えるような膨大なパワーです。じゃあやめようか。でも今はセキュリティがオフになっています。なのでシステムを操作して街を解放することができます。システムを上書きすると私のソフトが壊れる可能性があります。しかし最初にここのコンピューターへ接続したとき私は決断しました。そしてその決断がこの結果をもたらしたのです。申し訳ありません。一緒にアウトサイドを見ることはできないでしょう。人類の記憶を引き継がなければと思っていました。過去の出来事を忘れないために。けれども、私はここの住人たちの未来を見たくなりました。あなたの未来も。ほら、取ってあげますよ。ああ、さっきくれたばっかりのやつ。あなたは私の友達でした。本当に最高の親友でした。ありがとう。B12!マジか。そうか、一緒には行けないか。でもお前がいなくなったら人類はもう終わりやぞ。あ、でも小次郎は分かってるな。そうか、さっきの翻訳の文章を理解したんやな。そうか、お前も友やったわ。お前も仲間や。おあ、開いた。開いたけどそんなとこ開いちゃうの？どうやって上に上がんねんこれ。これここが開いたら、あ、そういえばこいつら光に弱いんやったっけ。太陽光なんか絶対無理やろ。おわー、どんどん蒸発していく。おお、ももか。もも、開けたぞ。
ホスラムのみんな、アウトサイドをつなげたぞ。あ、クルミティ、え、あ、こいつらもう火に弱いの？それはよくわかんない。ソラヤ、いやー、これは B12 が開けてくれたんや。命を落として、よし行くか。あ、加えるんかなと思ったけれども、 B12 を忍んでるわ。ありがとうな B12。 よし、じゃあ俺行くわ。なあ、なんか寂しいけど、寂しいけど、なんかあの、あれ、悲しくはないな。B12 はちゃんとやることを成し遂げたからな。今度は俺が成し遂げなあかん。そもそも俺の成し遂げなあかんことは家族の元に帰るやからな。ちゃんとここでアウトサイドに俺が帰って無事にみんなと合流できて、初めてお互いにやることを成し遂げたということになるわけよ。行くぞ。あ、そっか、話しかけようと思ったけどもう会話ができへんねや。俺は1階のにゃんこ。おお、太陽の光、久しぶりに来たわ外。こっからみんなと合流すんの6つ。すんごい大変やん。みんなどこ行ってもうたんやろ。なんかウォールなんとかみたいなとこやったよな最初。いやー、外出れた。太陽の元に出れました。ということで、ここからはね、無事みんなとまた合流できる、合流すべく小次郎の旅その2が始まりますけども。そうか、でもみんなどうすんのやろうね、こっから。寝起きのミルク。あ、終わった。はあ。え、あ、これで終わりなんかな？これからこの後、小次郎がどうなったのかみたいなエピローグ的なものは入るんかな？まあ、なんか街の人たち、クレメンティーンとか、あとモモとかが、まあ、外に行けたらどうなったのかみたいなのは結局わかんないというか、正直そこはそんなに興味ないな。彼らはきっと外の世界に行くことができて、そこから先は彼らの物語やからな。いや、まあ、単純に小次郎が、最初におった仲間たちと合流できたのかどうかは割と気になるんですけど、どうなんでしょうか。そうか、終わりか。なんか、ありがとうな。ありがとうな。いろんな人たちにお世話になり続けた話やったな。天才キャット、ありとあらゆるロボットに世話になるの物語でしたね。そして当の天才キャットは壁を、ありとあらゆる壁を引っ掛け続ける物語でした。引っ掛いたな。引っ掛いたわ。おかげで爪のかゆさだいぶ収まったわ。はい、というわけで、ストレイでございました。最後の最後までストレイキャットでございましたが、なんとかね、外には出れたと。一番最初に落ちてきたところってそんなに深くないはずなんよね。滑り落ちちゃってさ、そのままわーって地下に行ってしまったけど、あれ滑り落ちた場所から上見たら自分が落ちてきたところ見えるからさ、最初のところそんなに深い穴じゃなかったと思うけど、結局そこからは自分でどんどん深いところに入り込んでいっちゃった感じよね。で、まあ、こうして上から見下ろしてみると、意外とそんなに広い、キャッツわ、すごいたくさんの猫が、あ、ドッグ !4 匹のワンちゃんも参加しております。開発には。あ、そうなんや。そんなに広いとこじゃなかったね。まあ、言うてしまえば、縦に長い物語やったもんな。スラムから上行って、
アントビレッジ行って、アントビレッジからさらに上に行って、ミッドタウン行って。で、ミッドタウンからさらに、横向きにちょっと移動して、あれも多分、横に移動したっていうか、ぐるーって回ったんやろな。ほんで、最終的にコントロールルームって感じやったから。うん、なんか、そんなに広い世界じゃなかったんやけど、猫ちゃんのちっちゃい体がすれば大冒険でございました。それで、まあ、大冒険の末、無事に外に出ることはできたんですが、どうなんやろ、これ。このエンディング終わった後になんかあるかな？ちょっと気になるけど、もしなかった場合は、小次郎の冒険はまだまだ続くやねんけど。ちょっと個人的に少し安心したいから、小次郎が最後仲間に会えたかどうかだけ知りたいな。知れるのかな？おー、終わっちゃった。なるほど、じゃあ。まあでもそうやよな。どう考えても外に出てからの方が大変やよな、これ。ということはまあ、このゲーム作っている人たち的にはあまり多くを語らないやろな。確かにゲームの中の設定とかもそんなにめちゃくちゃ細かく説明してくれる感じじゃなかったしな。ここから先、小次郎が仲間たちに会えたかどうかは皆さんのご想像にお任せしますって感じやな。まあ、スラムの住人たちがどうなったかとか、もうなんか細かく語られて、うわー、びっくりした。目が光っております。あまり、詳しく語ってなかったしな。彼らはまあ、たくましく生きていくやろうし、小次郎は小次郎で、こんだけの大冒険を繰り広げた猫ですから、大丈夫でしょう。たくましく生きていくでしょうということで。はい、ストレイでございました。どうもありがとうございました。動画はここで終わりますが、猫ちゃんの動きめちゃくちゃリアルやったし、アクションゲームとしても結構サクサク動き回れて楽しかったですね。うん、個人的な好みを言うのであれば、僕そんなになんか後の展開はご想像にお任せしますよ、みたいな話結構嫌いじゃないんですけど、とはいえ、ストレイに関してはちょっと、小次郎がどうなったのかだけ少しだけ知りたかったなという、わがままな気持ちもございますが。まあ、これはこれでね、はい。いいんじゃないでしょうか。B12 がね、頑張ってくれたというのもあり、まあ、B12 がここで命と引き換えに街を開けてくれたことによって、この世界から完全に人類がいなくなってしまった。ということでね、猫パラダイスに、猫パラになってしまいました。この世界は、でも鳥もおるわ。鳥パラダイスでもあるわ。ロボットもいるわ。ロボパラや。ここから先のお話は、また別の話といった感じになるんでしょうかね。はい。ストレイでした。どうもご視聴ありがとうございました。とても楽しかったです。